皆さん、こんにちは。物質環境科学コースの佐藤貴文といいます。本日は化学工場を作るための技術ということで、模擬授業を始めます。本日学ぶ内容ですけれども、これですね。物質環境科学コースで学ぶ化学工学という分野の概要について説明します。また、プロセスフローシートというものの作成についても説明します。これは反応プロセス工学という授業の一部に相当します。まあ、結構いろんな内容が出てくるんですけれども、本日は化学工学、単位操作、プロセスフローシート、この3つの言葉を覚えていただければ、十分合格じゃないかというふうに思います。皆さん、このような写真を見たことがありますでしょうか。こういう写真を見て、かっこいいとか美しいとか思った方、あなたは工学部に入る素養があるというふうに思います。で、こういったものは、実は化学プラントっていう化学物質を作るための装置、工場なんですけれども、結構形が複雑ですよね。ただ、適当に複雑に作っているわけじゃなくて、いろいろな意味があって、何かの操作をするために考えられて作られている。で、それがまとまっているんで、私はこれを見て美しいと思うんですけれども、皆さんはどうでしょうということです。それで、この化学プラントで何をしているかということなんですけれども、いろんな化学製品を作っています。一つの例として、そこの画面の右下にもあるんですけれども、これを挙げますね。これはですね、カナダの、カナダに、大量にある資源のオイルサンドというもので、土の中に油が含まれているものです。匂いを皆さんにお届けできないのが残念なんですけども、めちゃめちゃ油の匂いがします。多分この手についたやつは今日お風呂に入るまで取れないという感じになります。で、これを化学プラントに入れますと、こういう石油にこう生成される。皆さんが普段見ている石油っていうのは、このオイルサンドじゃないんですけども、中東の黒々とした毒々とした油、これが、原料となって、それを解出することによって、このような、石油になっている。ということをやっています。で、それではスライドに戻りまして、次に進んでいきます。化学工学という学問なんですけれども、英語ではケミカルエンジニアリングという分野になります。これは工学部の化学科にしかない学問分野で、内容はこれから説明しますけれども、化学だけではなく、せっかく勉強した数学とか物理も活かしたいという方、また化学と他の分野で迷っているという方に、特におすすめな分野です。で、まずは化学工学という分野で何を学ぶかを理解していきましょう。化学工学、学問としては、工学部の化学系で学ぶ分野で、物理化学、有機化学、無機化学、分析化学、実はこの4つは高校で習う化学の中に含まれています。で、それとは別に大学で新しく入ってくるのがこの化学工学という分野です。ちょっと難しい言葉になるんですけれども、合理的に製品を製造するための化学プロセスの開発とか設計とか操作を目的とする学問で、要はですね、会社は化学製品を作るには儲けるために作っているわけです。ですので、儲けるために効率よく化学製品を製造する方法を追求する学問です。ところがですね、最近ではただ効率よくって言っただけじゃダメで、環境を保護するという制限もありますし、そのために使用できる物質も制限があると。そういう制限の中で効率性を求めなきゃならない。それから化学製品と言いましたけれども、もはやどこまで化学製品というか分からず、製品の製造方法全体ですね、こういうことまで考えなきゃならないというようになってきて、で、現在ではその化学工学というのは、事例として化学プロセスを題材にしつつも、課題解決の方法を学ぶ学問に変わりつつあるというふうに言えます。それでは次に、化学工業というのはどういうものかということについて説明をしていきます。化学工業というのは、ある原料物質があって、それを製品する。当然、原料を製品したところで、高い付加価値が出てくるんで、会社としてはこれを仕入れてこうすることで、売って儲けると。そういうことをします。そういうように、化学反応とか物質分離を使って、原料を目的とする製品に変えて価値を高めるためのシステムが、この化学工業です。
で皆さんにとって分かりやすいのはこう最後の産業へというところなんですけども、まあ、自動車とか電子部品、まあ、機械、食品とか、まあ、この辺のものっていうのは CM にも出てくるので、皆さんには馴染みがいいところだと思います。最後、こういう商品が出て使うと何か良くなりますよ。ところが、この裏には、この巨大なその物質のマーケットみたいなのがあって、どんどん物質を変換していく。例えば最初の原料としては石油とか天然ガス、まあ、植物である場合もあるんですけども、まあ、こういったものを変換して基礎化学品を得ると。こういうことをしている会社もあります。さらにこの基礎化学品を使って、まあ、中間化学品を作ると。まあ、こういうものからその会社にしかない、しか作れない化学品を作っていると。まあ、そういう会社もたくさんあります。皆さんが知ってないところもたくさんあります。で、そういうところは結構いい技術を持ってて、その分野で、まあ、トップだったりするんですけども、まあ、就職活動の時はそういうことも考えてやっていただければと思いますけれども、でこの中間化学品からさらにこの最終化学品に近いところまでをやるっていう会社もあります。で、これらを組み合わせて出てきた製品というのは皆さんが使っていると。まあ、そういうことになるわけです。じゃあそれではこの製品をどうやって作るのかということについて少し説明していきます。この製品の製造は、最初は実験するレベルの発見から始まります。まあ、ノーベル賞なんかもこういうところの発見から出てくるんですけれども、まあ、何か実験ですごいことを見つけました。まあ、すごいねっていう話になります。で、高校の科学のイメージとしては、おそらくフラスコで何か作ってるというところになるかと思います。もちろんここはすごく大事です。ここで新しい現象を発見する。ただ、それだけでは実際の製品にはまだまだなりません。まあ、例えばこういうところで、まあ、日に数十 cc ぐらいできるようなやつを発見したとしますと、まあ、それを連続実験装置にして、まあ、さらにもう少しでかいベンチプラントとかパイロットプラントっていうレベルまでちょっと上げていって、さらに商業プラントにすると。商業プラントにすると、まあ、1日数百キロとか数トンとかっていう、まあ、これもちろん物質によって変わるんですけれども、まあ、こういう規模でものを作ることができます。まあ、こういうように実験室の装置からスケールアップして、まあ、この工場まで持っていくと。ただ簡単に装置を大きくすればいいというわけじゃなくて、大きくするといろんな問題が出てきます。まあ、ここをやるのが化学工学です。で、この実験結果を化学プロントにする際の課題というのはいろいろありまして、例えば流れですね。ここでガラス、細いガラス管を使ってスーッと流してたのを、まあ、太い管を使ってその中を物質を流す。まあ、ちゃんと流れるのかという問題もありますし、あとこちらでは装置は小さいんで、ここで例えば溶液を温めると均一に温まるんですけども、でっかい装置に物を入れてちゃんと熱が伝わるのかっていう、まあ、そういう問題もあります。また普通はフラスコでこう実験するんですけども、まあ、化学プラントはこう機械なんで、まあ、どんな装置を使ったらいいのかっていう問題もありますし、まあ、それらが組み合わさったものをどうやってこう制御していけばいいのかというような問題もあります。まあ、これらを解決するのが化学工学ということになります。で先ほどから化学プロセスという話をしてますけれども、まあ、化学工場というのは化学プラントで化学プロセスを考えてもらって大丈夫です。でこの化学プロセスというのは、まあ、化学製品を生産するためのプロセスで、いろいろな単位操作というものの組み合わせになります。例えば例として、原料 A と原料 B を反応させて、この製品を作る。まあ、これを考えましょう。実際何をやっているかというと、まず原料 A と原料 B を混合させなきゃならないんです。今後っていうのは単位操作の一つになります。まあ、ここでは核反応理論が当然効いてくる。で、今度はここで混合したやつを反応機まで輸送しなきゃならない。輸送のための流体移動っていうのもありますし、もしここで加熱を入れなきゃならないっていうと、熱移動も、そういう理論も加わってきます。で、反応機で反応させるっていう場合には、まあ、反応速度についても学ばなきゃならない。まあ、例えばここで冷却するってすると、またここでまあ熱移動がまた入ってきて、今度は分離すると。できたものはそのままではダメで、製品とそうじゃないものを分離しなければなりません。まあ、詳しくは説明しませんけど、蒸留、ガス吸収、液液中吸着みたいな、そういう分離の方法っていうのも、まあ、勉強します。で、例えば未反応原料を戻して製品を取り出すと。そうすると、一連のこういうプロセスを動かすのに、まあ、各装置の温度とか圧力をうまく制御しなきゃならないとか、まずそれをどうやってやったらいいかっていうのは、最近ではここに AI を入れてくるっていうのが、まあ、この業界のトレンドになってるんですけれども、まあ、そういう形でいろいろ考えながら、単位操作を組み合わせてものを作るというのは化学プロセスです。
それではまずここで簡単な化学プロセスの例について一つ説明します。近代化学工業の例の一つとしてアンモニア製造というのがあります。昔は畑にまく肥料を地理硝石というものから取ったんですけれども、取りすぎてちょっと不足してくるんで肥料を作らなきゃならない。でその時に、空気中に大量にある窒素から肥料を作れればこれは大革命だねという話がありました。でこの肥料を作るためにアンモニアが必要なので、空気中の窒素を水素と反応させてアンモニアにすると、これハーバーボッシュ法という方法なんですけれども、これによって、人類の食料問題が救われたという歴史を持っています。でこのハーバーボッシュ法、ハーバーさんとボッシュ法さんが作ったんですけれども、1908年に発見された方法で、この反応によって水素と窒素の混合ガスの 8% をアンモニアに変換するということになります。で実際どういうことをやっているかというと、窒素と水素を流して、混合して、反応器で反応させると、こういう条件で反応させるんですけれども、8% しか反応させないというお話をしました。でうまいことやったのは、ここで冷却して、冷却するとアンモニアは液体になって、他の窒素と水素はガスになるんで、それをもう一回こっちに戻してやりましょう。で、ここで失われたアンモニアの分だけ、窒素と水素を加えれば、100%、見かけ上 100% に近い変化効率になりますね。こういうことが可能になるので、こういう工夫をしてアンモニア製造プロセスを作ったというのが、これ人類の歴史です。で、化学プロセス、ちょっともう一回説明しますけれども、化学工場というのは機械の集合体と、あと今 IT で制御されているというのが現状です。こういう複雑なこう化学プロセスですね、これがあったとして、こういうのは反応とか蒸留などを行う装置が配管でつながられていて、IT で効率よく生産が行われるように、それの装置を制御しています。例を一つ挙げますけれども、これ、中身の内容まで理解していただかなくて大丈夫です。でここでやってるのは、例えばナフサっていう、炭素素5から10の石油成分を水と水蒸気と反応させて、雪が水素を製造してアンモニア合成するという話なんですけども、ナフサとの水蒸気を反応させたところに、空気を足して、ナフサを燃焼させることによって一酸化炭素が出てきます。でその一酸化炭素をこちらに送り込んでやると。でついでに出てきた二酸化炭素を除くと。一酸化炭素とさらに、水を反応させて、水性ガスシフト反応っていうやつで水素を出して、で入れた空気の、うちの酸素も燃え尽きてるんで、そこの残った窒素と反応させつつアンモニアを作るみたいな、そういう複雑なそうシステムでして、分かっていただきたいのは、この多数の操作からなるっていう話で、当然これを制御するためには機械とか電気とか情報知識も必要ということになります。で大学で学ぶ化学工学の内容っていうのをちょっと整理してみました。一つは、物質がどれだけ入ってきて、エネルギーがどれだけ入ってきて、あとこれから勉強するプロセスフローっていうやつですね。こういうものとか流体の流れを勉強するっていうのは一つあります。それから流動とか電熱ですね。物がどうやって流れて、熱がどうやって伝わるのか。実はこれ機械系でも勉強します。全く多分同じことを勉強すると思います。あと分離工学、蒸留とかガス吸収とか、どういうふうな分離のシステムがあるのかということについても勉強します。そして反応工学です。反応工学に関しては、ものがどうやって反応するのかと。いろんな反応器の形式があるんですけども、その時にどういうふうに、中の物質が変化するのかというのも勉強します。またプロセス制御というのも勉強します。これは、フィードバック制御という制御方法の例ですけども、温度と圧力同じ。ある一定にそれると。で、このプロセス制御に関しては、科学でもやりますし、例えばロボット制御なんかも同じです。で、電気系にもこういう制御があるので、同じような勉強をします。理論は同じなんだけど、扱っている対象が違うということになります。ちょっと詳しく説明すると、科学のプロセス制御っていうのは、制御時間が数分とか下手すと数時間っていう単位の制御をかける。それに対してロボットっていうのはもう1秒もいかないような形の制御をかける。そういうところはちょっと違ってくるんですけども、やってる理論の内容っていうのはほぼ一緒です。それから最近では数値解析とかシミュレーションっていうのも手を出すっていうか、そういうのも科学工学の分野に加わっています。
まあ、普通じゃ測定できない反応機内の温度分布とか流れの、流れに関して、まあ、理論的に計算してこう推定するということはよく やられます。じゃあ次に実際の例について少し説明します。まあ、化学工学による問題解決の例なんですけども、まあ、例えば二流体 A と B を反応させて、まあ、こういうシートするような反応がありました。で、吸熱反応ですね、熱を奪って進行する反応がありました。で、この反応をこの粒状の触媒を詰めた反応器で、このヒーターの表面温度150度にしてやった。A と B を流して、ここで反応させて、まあ、C を得ようと。まあ、当然、未反応の AB とか複製生物が出てくるはずです。ところが C ができた量は予想よりもかなり小さかったと。考えられる問題点をなるべく多く挙げてくださいという問題。まあ、これ、いろいろ考えられますよね。ちょっと時間の都合もあるので、ちょっと答えに行ってしまいます。で、おそらく高校までの知識だと、この触媒の性能が低いとか、触媒の量が足りないっていうのは行き着くと思います。もちろんそれも正解です。ところが、化学工学を学んだ人っていうのは、これ以外にも、さっき流動の話しましたよね。そうすると、この A と B がしっかり混合されてないんじゃないかっていう問題もありますし、電熱とかっていうのを勉強すると、実は、ヒーター温度はこう、150度だけど、中まで十分温度がいってないんじゃないかっていう、まあ、そういう考えも出てきますし、まあ、吸熱の反応なんで、反応すると温度が下がっちゃうんで、その分熱記憶が追いついてないんじゃないかみたいな話もありますし、そもそも触媒質の特定の箇所だけに流れが生じて、触媒が十分に用いられてないんじゃないかと、まあ、いろんな、これは私が考えたことですけれども、多分皆さんだとこれ以上にもいろいろ考えられると思います。まあ、こういうして化学工学っていうのは、まあ、課題を明確化することによって、その解決策を示せる、まあ、こういうことができる学問です。で、化学工業には欠かせない人材で、この化学工学を学んでいる人というのは重宝されます。まあ、皆さんが社長になったときに、こういう人とこういう人、どっち採用しますかというのを考えれば、もういじめの意味だと思います。当然、こっち採用しますよね。まあ、そういうことで、まあ、しっかり化学工学を学ぶことによって、こういう課題をしっかり解決、まあ、考えて解決できるという能力が身につきます。まあ、最後、プロセスフローシートについて簡単に説明します。プロセスフローシートっていうのは、化学プロセスを見える化するということを行う、内容です。で、まあ、プロセスフローシートっていうのは、化学プロセスの機能と構成を見やすくシンプルに表した図になります。例えば、こういう化学プロセスがあったとしましょう。まあ、結構かっこよく書いてありますね。水蒸気と天然ガスを合わせて反応させて、まあ、それを圧縮して、その一部をバイパスして、一部をメタノール合成反応器に入れてメタノールを作って、ここでまた合流して、上流と1でガスを抜いて、上流と2でメタノールと水を分ける。まあ、こう書いてもかっこいいんですけれども、もっと分かりやすく、シンプルに書いた方が皆さん分かりやすいだろうということで、それをやるのがプロセスフローシートのやり方。で、ルールは2つだけで、単位操作を丸やブロックで書いてください。物質やエネルギーのやり取りを線で書いてください。今回ちょっとエネルギーは無視しますけれども、物質のやり取りを線で書く。まあ、そうするとこんな感じになります。で、問題ですけれども、まあ、例えばフェノール製造プロセスのプロセスフローシートを作ってみましょうと。まあ、高校の教科書にはこれ載ってます。こうやって作るんですよというのは載ってるはずです。で、これを化学プロセス向けのプロセスフローシートにすると、まあ、まずこのベンゼンプロペン触媒を反応器に送って組面を作ると。で、その後触媒を分離して、まあ、酸素を加えてこれを作って余分な酸素を排出すると。で、分裂によって、硫酸を加えて、まあ、これを分解してフェノールとアセトンにしてどうのこうのっていう話になります。で、この情報があればプロセスフローシートを作れるんですけれども、まあ、ちょっと時間の都合上も答え言っちゃいます。まあ、こんな感じになりますね。最初原料が、ベンゼンとプロペンで、まあ、そこに触媒を加えて反応器で反応して触媒分離器でこれを分離してでここでまた酸素を入れて未使用のやつ分離して酸化をさせて、まあ、硫酸を入れて、まあ、分裂させて硫酸を除いた後にアセトンとフェノールに分ける、まあ、こういう形で書きます。でこのプロセスフローシートっていうのは、まあ、今化学反応で使ってますけれども、まあ、これいろいろ人生で応用できて例えばこう作りたいものを、まあ、皆さんが志望校に合格するって話になると、じゃあここで何が何点まで必要、何点まで上げなきゃいけないね、英語何点まで上げなきゃいけないねとかっていう感じでこう、いろいろ考えるのにも使えますし、まあ、こういうふうないろいろな応用例があるというような考え方になるかと思います。
で、これが最後のスライドです。本日は化学工場を作るための技術ということでお話しさせていただきました。で、化学工学というのは、まあ、こういう化学性プロセスに関する学問でして、問題解決型の学問でもあるということを勉強しました。また単位操作なんですけれども、まあ、化学プロセスは単位操作の集まりで、その単位操作というのは、まあ、こういう混合とか反応とか分離とか、まあ、そういう操作のことですよというのを勉強しました。またプロセスフローシートについては、化学プロセスの機能と構成を表した図で、単位操作を丸やブロックに書いて、物質やエネルギーのやり取りを線で表すということを、ちょっと短い時間でしたけども、勉強しました。まあ、これは詳しくは大学にて勉強することになると思います。皆さんと勉強できる日を楽しみにしています。で、これで私の講義は終わります。質問があった場合には、チャットでできますので、何かありますかね。何か質問ある方は挙手からいただければお答えしますが、大丈夫そうですかね。大丈夫、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。